はい、こんばんは、タクでーす。はい、今回はですね、まあ、電池と、まあ、まず、サーボ関係と、まあ、あとで、ね、ちょっと細かいものをね、紹介したいと思います。はい、あ、これも、AOC、矢田部に向けてです。まあ、今回は、まあ、とりあえずですね、まあ、電池から先に言っていこうかな。電池ですね。まあ、まず僕は 13.5 にスーパーストックに出るということで、まあ、13.5 の方は5600の方で行こうと思います。まあ、やっぱそのストック系になると、やっぱ容量ある方が後半とかパワー落ちもないので、まあ僕は極力こっちでやってますね。はい。13.5 に関しては5600で行きます。んで、次ですね。モデファイに関しては、この薄いやつ、LCG の5300の方で行こうと思ってます。まあでもこちら使うメリットはですね、やっぱその薄い分、やっぱ、その動く量も少ないと思うんで、車の。まあすごいね、僕はモデファイとか、まあハイグリップの路面になると、ほとんどはこっち使ってます。はい。まあ重りもちゃんと貼ってます、ここに。やっぱこれ薄いんで、このバッテリー。重り貼っとかないと、重り貼るか、下に敷くか、重りを。そうしないと、やっぱバランス悪くなっちゃうんで、そこだけ注意して使ってみてください。僕は 17.5 の方は6000でいきたいと思います。まあ、圧倒的にこっちの方が後半までパワー落ちないもんね。はい。はい。ストックとかね、僕も6000か、まあまあ5600も使うんですけど、まあ6000使うことが多いですよね、17.5 は。はい、まあバランスとか、まあ皆さん気にしてると思うんですけど、別にそんな変わんないですよ、5600も6000も。ちゃんとね、こっちの方がパワー持ってくれるんで、僕は 17.5 だとやっぱパワー余計使うんで、はい、6000でやってます。ストックは電池3分でいきます。新品バッテリーです。はい、ストックはやっぱパワーとかね、重要なんで、まあ、圧倒的に新品バッテリーの方がね、パンチがあるので、今回、一斉本気ということで、新品バッテリー3本用意しました。はい。まあ、これでね、買ってもらわないと困るんで。まあ、でもやっぱね、新品はね、全然違いますよ、中古と。はい。圧倒的に。全然。うん。違いますね。はい。まあ、僕もね、実験しました、全日本前。一斉の。やっぱ全然違いますよ。やっぱ後半のね、パワーの持ちとかもね、関わってきますよね。古いやつだとちょっと、やっぱ若干垂れちゃうんで。だからなんかアグレージとか整ってるんですね、うん、これ新品はね。まあ一斉はね、新品ということで、はい。まあスーパーストック 13.5 の方では、まあこの 17.5 と一緒で、この6000のバッテリーを使いたいと思いますが、まあこっちのね、5600のバッテリーも使うと思います。まあ現地で考えます、これは。うん、はい。まあ、テストしてみていい方でいきます。はい。そしてプロポ関連ですね。まあプロポ関連なんですけど、まあ受信機は、まあ僕はいつも415FHD ってやつ、こちらを使ってますね。まあこちらが一番最上級受信機です。 KO プロポの中でこれが最上級シリーズですね。まあこれを使ってます。すべて こちら積んでおります。そしてサーボですね。サーボはまあ一応2種類持っていく予定です。フレクションとグラスパーです。まあ僕は多分フレクションでいきます。僕も多分フレクションでいきます。カーペットはフレクションの方が多分走りやすいと思うので、はい。まあ圧倒的にね、やっぱあれですよ、フレクションとグラスパーって全然違うもんなんですよ。グラスパーの方がバキバキ動くし、フレクションは丸く走ってくれるみたいな意味。まあ、アスファルトコースならね、グラスパーとか全然いいんですけど、まあ、カーペットで、しかもなおかつ、やっぱ、矢田部さんってハイグリップなので、フレクションでね、行った方がいいかもしれない。2回目に。はい。去年僕もフレクションで行きましたね。一応グラスパーもね、試したんですけど、お気に入りだったんですけど、なんかフレクション、そう、フレクションの方がタイムは早かったんですよ。なので今年も多分フレクションでいきます。まあ全然伝えられてなかったことなんですけど、
まあやっぱまあこれはちょっと今回車になっちゃうんですけど、まあほとんどがね僕黒ベルトでやってるんですけど、ベルトが一応ね今回白も用意してます。はい、まあもうモーデファイはねちょっと黒でいいんですけど、まあ白の方がやっぱ圧倒的に楽なんで、立ち上がりもねすごいスムーズでいってくれるので。モデファイで白使ったらどうなんですか？使えたらいいんですけどね、もう僕最近黒に慣れちゃったんで、もう白も地道に使っていきたいと思ってますね。んで最後アッパーデッキです。アッパーデッキはですね、まあ3種類あります。ワールドと 1.6mm と 2mm。 まあ多分ね矢田部アリーナさんだと 1.6mm でいくと思います。まあ、ちなみにツインリンク本宮さんで行ったスピキンでは、まあワールドはで行きました僕は。で一斉は 1.6 で行きましたね。やっぱアッパーデッキってねすごい重要でですね、やっぱ全然車の方向性変えてくれるので、はい、まあ、こちらもね一応テストするんですけど、多分 1.6mm で行くと思います。ということで今回はこんな感じでしたね。まあ今まで、まあ、紹介してきたもので、まあ、とりあえずチャンプ大阪さんや MST さんでいろいろテストして、まあ、矢田部に向けてちょっと頑張っていいセットを見つけられるといいなと思ってます。まあこのセットとか全部試したのも動画にしてまたいろいろアップできたらいいなと思ってますので、ぜひチェックしてください。では終わります。ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で。